はい、皆さんおはようございます。サンシャイン真村です。本日は2024年2月2日金曜日となっています。今日が、北海道最後の、行程となります。今日はですね、札幌を出発して小樽、倶知安、長万部を経由しまして、最終的には函館の方に行きたいと思います。まあ今日は北海道最終日ということでね、どのような出会いがあるのか楽しみですね。あとは函館に結構久しぶりに行くのでね、とにかく函館に行ってしたいことは、ラッキーピエロを食べたいのと、札幌でできなかった夜景を見たいですね。あとは次の日の朝なんですけれども、朝一に行きたいですね。以上の3点セットになります。では今日も張り切っていきましょう。いや、カプセルホテルってね、意外と寝れなかったり騒音がうるさかったりするんじゃないって思う方いると思うんですけど、ここのホテル全然違って、結構防音性優れてたりとか、冬でもこの空間がねちっちゃいのでめちゃめちゃあったかいんですよ。だからすごい寝れました。上着なしでも寝れますね。だからまあこの部屋はサンライズで言うとソロぐらいの部類に当たる部屋かなと思います。はい、ね、今日の朝食もまたセコマのパンになります。セコマに行って思ったことが1個ありまして、あの袋をねセコマ無料でつけてくれるんですよ。他の関西とかにある大手コンビニは袋有料なんですけど、セイコーマートっていまだに袋を無料でくれるのってサービスいいっすよね。はい、朝のすすきのはですね、こんな感じで結構青空が広がっていますね。昨日は豪雪だったんですけど、道の方もね雪が溶けていて歩きやすい状況になっています。では、地下鉄のね駅の方に行きたいと思います。はい、札幌駅に着いたんですけども、潰されるぐらいね地下鉄めっちゃ混んでましたね。いや、札幌の地下鉄も朝の時間とか利用者多いんだなって改めて実感しました。いや、この加速力えげつない地下鉄ともお別れだなと思うと非常に寂しいものです。JR の駅の方に行きたいと思います。はい、札幌駅のね外側見たことないのでちょっと撮ってみます。こんな感じで、あそこにね昨日行った JR タワーがありまして、ホテルもね併設されています。でこっちにはね大丸もあって、結構ね商店などは充実しているんですね。では駅の方本当に行きましょう。はい、3番4番線ホームの方にやってきました。今日乗るのはね本来の予定だったら右側の8時35分発の普通小樽行きなんですが、今日雪の影響で岩見沢から来る列車が遅れてるみたいなので、どれが先に来るのか分からないですけど、あ、本来乗る予定の35分の列車がね先に着くみたいなんで、これ乗ってみたいと思います。はい、車両がねやってきました。車両はねまた7人指定になってますね。ではこれ乗って小樽に行きたいと思います。はい、今日乗ってる車両がねUシートが連結されている車両で、普通列車はね、Uシートを無料で乗れるので、今日は4号車に乗りたいと思います。いや、座席が最高ですね。8時35分、電車は札幌駅を出発しました。いや、Uシートにね、無料で乗れるっていう動画は過去に出したことがあるんですが、こんな感じでね、朝からゆったりとしたシートでスタートできるっていうのはいいですよね。いや、本当に最高だ。そしてね、そのゆったりシートに座りながらこの大橋俊夫さんの車内放送を朝から聞くというね、いい感じのねモーニングを送ることができて、これは鉄オタにとって最高ではないでしょうか。そして進行方向右側には手稲の車庫が見えてきました。こちらには主に特急列車とか普通列車が多く停車しています。そして札幌から小樽間の魅力といったらやっぱここですよね。綺麗に見える海ですね。ちょっと荒れていますけど、やっぱり札幌近郊でねこんな至近距離で海が見れるっていうのはなかなかないので、これは最高ですよね。はい、小樽駅の方に到着しました。いや、この列車ね折り返し快速エアポートの運用に着くということで、 Uシートにね普通列車だったのでただ乗りできたのがねすごい特徴ですよね。では次はねあちらの H100 型の列車に乗って倶知安っていう途中の駅まで行きたいと思います。9時38分、
列車は小樽駅を出発しました。ここから気動車に乗り換えてくっちゃんという駅を、ね、目指したいと思います。こちらは函館本線の中でも一番本数が少ない区間となっていまして、この小樽から長万部まで通しで行けるっていうのはあまりできないんですね。なので今回はね、途中のくっちゃんに行ってね、くっちゃんでちょっと寄り道をしながら長万部を目指したいと思います。そして小樽駅を出発すると進行方向右側には住宅街が見えるんですが、こんな感じでね、住宅が密集しているのを見えるのはもうここまでとなっています。いやでも住宅街の近くの山はこんな感じで雪深いなという印象を受けましたね。そして小樽駅を出発して数分ぐらい経過したらね、こんな感じで一瞬でね、山の中の景色へと変わっていきます。やっぱり北海道とこんな感じで山と雪とかに囲まれた景色が一番似合うなと思いますが、やっぱこれがね、函館本線の景色だなと思うと、いや驚きを隠せないですよね。そして一部区間ではですね、こんな感じで日本海をね、見ることができます。本当一瞬だけですので、皆さんもね、見逃さないように十分注意してくださいね。そしてこんな感じで直線区間で、ね、爆走運転をしていくわけなんですが、やっぱり走行音を聞いてると気動車じゃなく電車っぽいなというような感じがありましたね。そして列車は余市駅に到着しました。この余市はですね、札幌から近場の観光地として知られていまして、近くにはなんかワインの製造工場があるらしいです。ちなみにこの駅ではね、結構外国人観光客の方が降りていったので、かなり余市は観光需要があるのかもしれません。そしてこんな感じでね、山を一つ二つ越えるとね、一面白銀の世界が広がっております。こんな感じでね、ちょっと霞んでるんですけど、山もね、一応見ることができます。そしてこんな感じでね、北海道あるあるみたいなね、アイヌ語の文字にあとはねた難読駅名が大量にあるということです。ではこの駅名は何て読むでしょうか。いや読めるかよ、前列、前列じゃないよな。そして次の駅名はですね、銀山となっております。いやこの駅名を見て最初に思ったのは、山形県にある銀山温泉を思い出しましたね。ちなみにこの駅の近くには温泉もなければ銀山もないらしいです。そしてね、どんどん進むにつれて山深い場所を走っていくんですが、やっぱり北海道はこの景色が似合いますよね。やっぱりこう雪深いところと森に囲まれた場所で、ね、列車が突き進んでいく光景は圧巻です。はい、くっちゃん駅に着いたわけなんですけど、もうめっちゃ寒いっすね。もう小樽出発時晴れてたのに、なんか山2つぐらい越えたらこんな雪降ってるんだって改めて思いました。もうとにかくね、安全な場所にね、避難したいと思います。はい、くっちゃん駅に着いたわけなんですが、外もねこんな感じでね、吹雪いてるぐらい雪が積もっております。くっちゃん駅からですわね、あのニセコリゾートに行くスキーバスっていうのもね、出ております。ニセコは北海道最大規模を誇るスキー場でして、もう外国人観光客とかもう国内外問わず人気のスキーリゾートになっておりまして、駅の中にもね結構外国人いましたね。自分もね1回ぐらい行ってみたいですね。またあのくっちゃん駅はですね、将来北海道新幹線の新しい駅ができる計画もあるみたいなので、どういう展開になるか楽しみですね。それでは今からお昼ご飯を食べに行こうと思います。さっき観光案内所で聞いたら、手前のお魚屋かうどん屋をおすすめされたんですが、ちょっとうどん屋に行ってみたいと思います。ここのニセコくっちゃんのうどんっていうのはなんか特徴的なものがあるということなので、ちょっと実際食べに行きたいと思います。しかしね、うどん屋はちょっと離れてるんですが、まあ乗り換え時間が1時間以上あるのでちょっと行ってみたいと思います。雪岩さんというね店にやってきました。こちらではですね、うどんを食べることができるんですね。こちらの豪雪うどん、こちらの豪雪うどん何か特徴かっていうと、このニセコ周辺で採れるジャガイモのでんぷんが入ってるんですよね。いやすごくないですか。なのでね、ちょっと他のうどんとは違った感じになるのが特徴となっています。では食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。まずはね、普通にこう生でね食べていきたいと思います。すごいもちもちしてるんですけれども、あの後からね、噛めば噛むほどその甘みが広がってくるなという感じで非常にいいですね。では次はね、この出汁をね入れてこう
つけてね食べていきたいと思います。どうかな。最高ですね。うん、最高だ。なのでね、皆さんも興味があれば乗り換え時間にくっちゃん駅からね、雪の中だと歩くの大変ですけど、こちらのね、雪に雪亭さんですね、雪庭さんじゃない、雪亭さんっていうねお店で少し変わったうどんを食べてみてはいかがでしょうか。現場からは以上です。はい、雪亭うどんさん食べてきました。とにかくね、麺に地元で採れたジャガイモのでんぷんを含んでるっていうのがね特徴になっていて、非常に甘い感じのうどんで良かったです。他にもジャガイモを使ったメニューいろいろやってるので、ね、興味のある方は来てみてください。今の時間帯は行列できたんですけどね、人多いので人気店の一つとなっています。それではね、こんな感じで雪は大量に降ってるんですが、くっちゃん駅の方に戻りたいと思います。はい、くっちゃん駅に戻ってきたんですが、マジで寒いです。もう体中に、ね、雪つきまくりなんですよね。ということで、もう列車の改札が始まっているので早速乗っていきたいと思います。はい、くっちゃん駅のねホームにつながる通路はこんな感じになってまして、完全に屋根で覆われてるんですよね。いや、スキー場のある豪雪地帯みたいな感じで、結構バリア化されてるのがすごいですね。はい、次に乗るのがね左側のお茶まんべ行きの列車になります。こんな感じで1番線にもねホームあるんですが、屋根でね駅が覆われてるのすごいですよね。では乗っていきたいと思います。12時35分、列車はくっちゃん駅を出発しました。このくっちゃんからおしょまんべの区間って意外と利用者少ないのかなと思ったら、そうでもなくて意外と外国人観光客乗ってますよね。その分ね本数は非常に少なくなっています。そしてくっちゃん駅を出るとね、もう木のところにね雪がついたところにね囲まれて走行していくわけなんですが、いやこれもね冬の厳しさをね物語っていますよね。そして次のね駅はニセコとなっているんですが、ニセコと聞いたらねやっぱスキー場を思い浮かべる方いるんですが、ここはねスキー場の最寄りではないので皆さん注意してください。そしてスキー場の方はねちょっと天気悪くて見えなかったんですが、ニセコは本当広大なスキー場が広がっているので、ね、マジで1回ぐらい行ってみたいですね。そしてね、これが例のニセコ駅になるわけなんですけど、マジでね、なんもないんですよね。いや、くっちゃんの方からね、ニセコのスキー場はアクセスがいいので、皆さんも十分気をつけてください。そして列車はね、昆布駅に到着しました。こちらのね、昆布駅はですね、北海道ではね、なかなかネーミングセンスがある駅としてね、知られております。北海道には昆布って駅と昆布森って駅がね、花咲線にありまして、いや、どれだけ昆布好きやねんみたいな、ね、昆布が大好きな方がね必見な駅となっています。そして列車は蘭越駅に到着しました。朝の一本はねこちらの蘭越駅から札幌駅に向かう列車が走っていまして、いやこういう山奥から札幌方面行く需要があるんだなというのを言って感じましたね。そしてね次もねまた難しい駅名となっているんですが、皆さんあちらね何と読むでしょうか。正解はですね、ただいま熱布ということで、ね、これで熱布って読むんですよ。いや読めるかって思いますよね。そしてここでねくっちゃん方面に行く列車と行き違いを行うわけなんですが、いや車両がね1両編成なんですよ。今私が乗っているのは2両編成なので、やっぱり1両になるとねめちゃめちゃ混んでて立ち客が出るほどでしたね。やっぱりこの区間は1両よりも2両の方が需要に見合っているのかもしれませんね。そして次の駅なんですが、これはねもう普通に読むだけでいいです。二股と読むんですかね。いやこの駅名ちょっといろいろな意味で大丈夫なのかなと思うんですが、あの二股って駅があるっていうのを僕はここで驚きましたね。はい、おしゃまんべ駅の方に到着しました。とにかく外国人観光客が多いのと、くっちゃん出発時はねめっちゃ雪降ってたんですが、おしゃまんべ到着時はねまだマシになってましたね。またあのくっちゃん駅でね視聴者の方がわざわざ遠いところから来てくれまして、こんな感じでお菓子類と飲み物2つをね差し入れいただきました。この場をお借りしてありがとうございますと言いたいです。本当にありがとうございます。はい、次に乗るのがこちらの14時37分発の特急北斗12号函館行きです。この区間なぜ特急に乗るのかっていうと、次のね普通列車こっちですね、
来るのにだいたい結構時間が空くんですよね。あ、こっち到着時刻表か。次ののこれなんですけど、あの2時間ぐらい列車来ないので、今日はですねちょっとこの特急に乗って森という駅までねワープしようかなと思います。とにかく JR 北海道のこの特急案内めちゃめちゃ見やすくて、あの両数とか乗車位置がアルファベットで書いてるのが特徴なんですよね。はい、次に乗るのがねこちらの特急北斗になります。ではこれに乗って森まで行きたいと思います。今日は指定席5号車を取っています。14時37分、列車は長万部駅を出発しました。ここから森駅までだいたい40分ぐらいで特急課金をしているわけなんですが、いや将来的にはこの駅が最長片道切符のゴールなんと考えるとなんか感慨深いですよね。車内はこんな感じです。結構指定席は人を乗っていたんですが、途中駅から乗っても空席があるような状況でした。ちなみに自由席、後から聞いた話、結構空いてたみたいなので課金してなんか損したなという感覚でしたね。そしてやっぱりこの長万部から森の間の魅力といったらこんな感じでね、海がスレスレの場所を通るんですよ。いやこっちはね波も荒れてなくて静かなのような非常に絶景です。いやこういうのを見られるのもなんか最高ですよね。そして森駅手前ではねあっちの方に山も見えています。あちらはね北海道駒ヶ岳という山でして、この頂上がねいい感じに雪化粧しているのがやっぱたまらないですよね。いやこの景色は北海道内でも一番ですよ。はい、森駅に到着しました。今回はねここで降りていきたいと思います。それでは乗ってきた列車を見送っていきたいと思います。やっぱこのブレーキ解除音がこのキハ261は好きなんですよね。それでガガ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 ガーってやっぱ出発するのはやっぱ機動車の魅力ですよね。あ、意外と自由席も空いてるな。自由席も良かったかもしれないですね。森駅のそこにはねこんな感じで森名物のイカ飯の店とかあります。今回はちょっと函館で別のものを食べたいのでパスするんですが、次回来た時に絶対食べます。もうとにかく森駅って近くに海があるのでめっちゃ風が来て寒いんすよね。しかし森駅雪降ってないのでねめっちゃめちゃまだくっちゃんに比べたら当然マシだと感じます。それで横にはね綺麗に雪がかった山、なんだっけ名前まあテロップ出しとくんですけど、おわいいっすよねこれ。長万部駅で凄 すぎる出来事が起きまして、私のリュックにつけてるプレートでねお声掛けいただいた方がいまして、そちらの方もね最長片道切符をやってる方で、まあ SNS とかはやってなく、まあ卒業旅行がてらやっているという方なんですが、まあその方京都駅で発見されたということでいろいろ話のネタになったんですが、驚くべきことが起きました。もう多分この旅一番じゃないかなと思います。なんと私と同じ京都産業大学に通っている僕の3つ上の先輩の方、全く知らない人ですけどと遭遇しちゃいましたね。いやーすごいっすよ、こんなないっすよ。学部はね全く違う学部なんですが、いや北海道でね同じ大学のね全く顔も知らないような人と会うなんてないですからね。いやプレートの効果一番発揮したところやと思いますよ。いやすごくないですか。多分ねこれこの旅で一番ねの出来事やと思います。以上です。ということでね乗り換え時間にまあ顔はねこっちから出さないようにしてるんですが、なんか大学のトークとかしていこうかなと思いますが、なんか京さんにあるイメージとかなんかあります？京さんにあるイメージ山の上ですよ。あ、山の上ですよね。もうとにかくアクセス悪いですよね。アクセス悪いし京都市を名乗っていいのかがわからない。あとにかく例えば街中にある大学って結構近くにコンビニとか飲食店の名店とかっていうのがあると思うんですよ。この大学生がよく通いつけの中華料理屋ラーメン屋みたいなのがあると思うんですけど、京さんないんすよ。ちなみに京さんはファミマが2つあって食堂もうなんか高
いっすよ、高いんすよ食堂ね。わかるっす、あんま安くないし、あのキャンパス1個なんで、ああ、もう人多い人多い、もう昼間とか僕学食絶対行きませんもんもうとにかく僕高校が付属校なんでエスカレーターで上がってるんで、だいたいキャンパスでそういう時に食堂行ったら会う可能性があるんで、絶対その時間私避けてるんですよ。他になんか大学でなんか印象に残ってるとことかってあります？残ってるのはあと喫煙所が多いです。わかります。特にね大教室棟のとこと上と下にありますよね。本当に信じられないぐらい多くて、これでもでも少なくなった方だっていうんで、へー、治安どうなってるんかなっていうの。そうそうそう、治安悪いんですよ京さん。昼間とかね平楽館わかります、あそこのコンビニの階段のとこでね、はいはいはい、もう陽キャとヤンキーみたいなやつがもうタブロしてて、もうあれ見るだけでもストレス溜まりますからね。ちょっとね肩身狭いですよね。ねえ、もう狭い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 はい、みたいな。なんかもう一個ぐらいないですか？もう一個ぐらい、でもさっき言ったけどやっぱ人が多いんで。そう、人多いんすよね。ちょっとどうにかね減らしてほしい。バスとかがね、そうバス混むよね。どうにかしてほしいなっていう感じですね。はい、みたいだね。共産生しかわからない大学トークをしましたがこれがね北海道でできるっていうのもなかなかないですからね。はい、以上です。はい、森駅のね古戦橋に来たわけなんですけども、これすごくないですか？キハ40と駒ヶ岳っていう山らしいんですけど、あれね、うっすら雪がかかった山と海、もうこのポジション最高すぎますね。キハ40っていうのもね味がいいですよね。はい、3番ホームにやってきました。次に乗るのがねあちらの普通函館行きです。函館本線って2つルートがあるんですが、今回は遠回りで海側を通るルートを通っていきそうと思います。ちなみにこちらに停車しているのは特急列車などが走る函館線の方に行く大沼行きの列車なんでね、いやーこれはトラップですよ、ということで乗っていきたいと思います。16時3分、列車は森駅を出発していきました。函館本線には特急列車が通る大沼公園のルートと、今回私が乗る遠回りの、ね、海側を通るルートがあるんですが、海側を通った方がですね距離が稼げるので、今回はそっちのルートで行きたいと思います。そしてねこっちからのルートだったら車内からですね北海道駒ヶ岳をきれいに見ることができます。いやーやっぱり2月ということもあるんですが、こんな感じでね山の半分が雪に覆われた山を見るっていうのもねなんかいいですよね。そしてここで長万部方面に行くキハ40とねすれ違います。やっぱり JR 北海道のキハ40ってもうついに引退宣告が出てしまったので、もうキハ40が見れるのも北海道の南部だけになるのかなと思うとなんか寂しいですね。そしてこの辺りではねまた綺麗に海を見ることができます。やっぱり特急列車が通る大沼公園のルートはねすごい山の中を通るので、こうやって普通列車から眺める海っていうのはねなんか他の海と違って格別ですよね。そして海が見えるのも一瞬でね、すぐね山の中に入っていきます。山の中に入るとね奥の方にはスキー場も広がっています。こういうところにもスキー場があるんですね。そして列車は大沼駅に到着しました。ここでねさっき分かれた特急ルートの函館本線と合流をしていきます。ここでね貨物列車の行き違いを行いましたね。そして列車は新函館北斗駅に到着しました。この駅はね日本最北端の新幹線駅がある場所となっています。本来のルートだったらこっちで新幹線に乗り換えるんですが、今回はこのまま乗って函館に行きたいと思います。そして列車は盛岡駅に到着しました。この駅ではですね道南伊佐比鉄道と乗り換えすることができます。かつてはここから乗り換えて青函トンネルへ行くルートを通っていた時代が懐かしいですね。ちなみにこの近くに五稜郭はないらしいです。はい、函館駅に到着しました。こんな感じでね東端式のホームがねずらーって並んでるのがやっぱいいですよね。僕も函館に来るのはめっちゃめちゃ久しぶりなのでね、どんな感じの景色が広がってるのか楽しみです。本日泊まるホテルがフレックスステイイン函館ステーションということで、駅前にあるホテルとなっています。今日もねシングルルームで予約していたんですが、なんか謎にアップグレードされて今日もツインルームとなっているんですね。いやー北海道で2回もアップグレードされるってどれだけついてるんだろうなと思いますね。はい、ホテル到着しました。うわ広いな。いやーいいね、やっぱツインルームって一人で泊まるときってなんか贅沢さありますよね。は
はい、今からね夜の函館観光に行きたいと思います。まあ函館って聞いたら何を思い浮かべるかっていう話なんですが、まあまず一番に思い浮かぶのは夜景ですよね。私はよく長崎の夜景とか何回やろ2回ぐらい見た行ったことがあるんですけれども、まあそれに匹敵するぐらい函館は夜景が有名です。ということでね、今から函館の夜景を見に路面電車にね乗ってみたいと思います。はい、路面電車が来たので、ね、乗って十字街という駅まで行きたいと思います。もうとにかく風が強くてえぐいですね。では路面電車に乗ってね十字街に行きたいと思います。ここでもね低床式の車両に乗ることができてなんかラッキーでしたね。やっぱり函館の路面電車もめったに乗らないので、やっぱ違う街の路面電車に乗るという経験も非常にいいですよね。はい、十字街というね駅に到着しました。今から函館山のロープウェイ乗り場に行きたいんですけど、もう函館駅の周りめっちゃ風強かったのに、ここまで来ると結構風が落ち着きますね。しかしね山の上に行くのでね、どうなるのかっていうのはねちょっとやばい予感しかしないんですが、とにかく行ってみたいと思います。ロープウェイの乗り場に到着しました。結構ねコーヒー飲んでるので早速乗っていきたいと思います。それではねロープウェイ乗っていきたいと思いますが、いや結構雪強くなってきましたね。うわ寒い。やこれね多分絶対強風の方やばいと思いますが乗っていきたいと思います。あでも結構広いですね。ということで特等席を確保しましたね。本日は函館山へようこそお越しくださいました。何も見えねえじゃん。ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。お客様へご案内です。はい、函館山の上空に来たんですけど、もうロープウェイ乗ってる時もう雪がね舞いすぎてね、もう何も見えないですよ。もうやばいなこれ何しに山登ってきたんだろうと思いますね。はい、函館山のね、頂上にやってきたわけなんですが、こんな感じで手前の方はギリギリ夜景が見えますね。で奥の方はちょっと霞んでるので、天気予報見たら10分ぐらいしたら晴れるっていうか雪が止むらしいんで、ちょっと待ってみたいと思います。いやとにかく寒いなこれ。とりあえずね天気が回復するまでジャガバターでも食べてね待機しようと思います。ジャガバター北海道で食べるの夢だったんですよね。はい、またね戻ってきたらなんとか綺麗に見えるかなっていうか、寒いわ。まあまあこれもいいと思いますが、また絶対リベンジします。では戻りましょう。あこっちから見た方が綺麗そうですね。いやもうとにかく寒すぎるんで、もう今日は撤退したいと思います。それではもう吹雪で何も見えないのでもう下山したいと思います。ってあれあれあこれじゃねえこれじゃねえの。いや写真で見る函館山の景色、いやロープウェイ降りる時になったんでこんな感じでね見えたんですよ。いやこれは絶景ですね。もうなんか北海道最後の夜がねいい感じに彩られます。はい、函館山行ってきました。いや多分ね一番夜景綺麗だったの、そのロープウェイから見た夜景が一番綺麗でしたね。まあこんな感じでね天気が変わりやすいのでね、山はやっぱりどのような景色が見えるかっていうのは本当運だと思います。しかしねロープウェイからね見た夜景っていうのはやっぱ感動でしたね。まあ長崎とか夜景見えるとこって何度か行ったことあるんですが、やっぱ函館が一番かな。以上です。はい、ね十字街駅の方に戻ってきました。私函館に対するイメージなんですけれども、やっぱり函館って長崎と雰囲気似てるなと思いました。まあ長崎も夜景があったりとか路面電車があったりっていうのはあるんですけど、やっぱり昔のキリストの建物っていうのが結構あるんですね。洋風の建物、今回はちょっと行けないんですけど、赤レンガ倉庫みたいなんだったりとか、もうちょっと十字街歩いていったら、地図ないかな、あここにあるんですけど、どれかな、洋風っぽい建物、まあ結構いろいろあるんですね。なのでね、あこういうキリスト教会的なやつがねあるんですよ。なんで結構長崎と函館っていろんな点で共通点ありますよね。
はい、ね、函館の市街地に戻ってきたんですけど、やっぱり函館といったらね、あれを食べないといけないですよね。まあ、函館名物っていろいろあるんですけど、僕はどうしても食べたかったものがあって、それを食べにここのビルに行きたいと思います。それがここ函館名物のラッキーピエロですね。とにかくね、ここいろんな YouTuber さんが紹介されてたんで行ってみるの夢だったんですよ。ということで、ね、入ってみたいと思います。ね、ハンバーガーが到着しました。本日頼んだのはですね、ラッキーピエロさんで人気ナンバーワンのチャイニーズチキンバーガーとなっています。セットにね、ウーロン茶とポテトがついてくる感じです。ちなみにね、飲み物とサイドメニューは選べないということで、これが固定になっているのがラッキーピエロ式となっています。いや、意外ですね。では食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。片手でハンバーガーいけるかな。あー、チキンが1個落ちた。こんな感じです。お、なんこれ、うまいぞこれ。とにかくチキンがめちゃくちゃ甘辛のタレで漬けられていて、唐揚げサクサクしててね、非常にうまいですね。ラッキーピエロって結構いいんですよね。はい、ラッキーピエロ食べてきました。とにかくね、唐揚げがでかくてね、このチキンがでかくて甘辛くてめっちゃうまかったです。まあ食べにくかったんですけど、とにかくね、こんな感じでね、ちょっとだけ昭和チックな感じになっているのがいいですよね。で、こんな感じでハッピーデーとかあるみたいですね。ちなみに今日はね、ビールが割引になるみたいですが、まあビール飲めないんでね、まあまた来たらね、ここも行きたいと思います。はい、最長片道切符の旅4日目の動画はいかがだったでしょうか。4日目は札幌を出発し、小樽、倶知安を経由して長万部の方に抜けまして、長万部から函館へ向かうルートとなっていましたが、いかがだったでしょうか。今日振り返ると、とにかく2つのことがありまして、まず1つはもう吹雪に見舞われましたね。昨日よりもすごい吹雪に見舞われて、もう顔がね、もう雪張り付くぐらいもう打たれたので、北海道の冬ってもうこんなにやばいんだなっていう現実をもう肌で感じましたね。で、二つ目がね、もうこの旅一番印象に残る出会いをしたなっていうのが非常に印象に残っております。いやー、まさかね、あの長万部駅で同じ最長片道切符をやっている人が僕と同じ京都産業大学に通ってる人っていうのがね、非常に驚きを隠せなかったですね。もうとにかくね、共産トークだったりとかいろんなトークができたのでね、やっぱり久しぶりにコミュニケーションを人としたなっていうのを改めて感じました。やっぱりサンシャイン真村って基本一人旅なんですけど、こうやって関西から遠く離れた地でやっぱり何かしらの共通点がある人と会うっていうのは非常に新鮮というか、やっぱり心の中でその同じ安心感が生まれるなっていうのを思いましたね。で、やっぱりね、そのいろいろ盛り上がりましたよ。まあちょっと言うとね、あれなんで伏せますが、いやー、北海道で共産トークができるっていうのもね、非常に今日、いや、最長片道切符で一番印象に残った出来事ですね。もしかしたらね、この記録は更新されていくかもしれないので、どうなるかわからないですね。また今日函館もすごい何年ぶりかで訪問した夜景も見させていただいたんですが、とにかく寒かったですね。そこでも吹雪にやられましたね。とにかく函館に来て思ったのが、やっぱり長崎とかと似てるなっていうのを思って、路面電車が走ってたりとか、ちょっとキリシタンな建物が行けてないんですけどいっぱいあったりとかして、なんか共通点が多いなっていうのを受けました。函館もいい街なんですね。ついにね、明日青函トンネルを通って北海道から抜け出すわけなんですが、いやー、5日間ね、いろんなとこ行きましたね、北海道も。もう、北、東、南、もう全制覇するぐらいの勢いだったかなと思います。もうそれだけね、北海道に、もう愛し愛された男なのではないでしょうか。もう次からはね、もう、やっぱ、
最長片道切符のメインはね、本州なんでね、本州でどのような出会いとかがあるのか非常に楽しみです。では4日目の動画をここで終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。